さあ、では皆様にご挨拶をいたしましょう。皆様ようこそ東京ディズニーランドへ。私どもはウェルカムフラワーバンドでございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そして私がバンドマスターのサンフラワーです。さあ、では皆さん準備はよろしいですか。リリー、オッケー。はい、そしてガメラ、オッケーよ。マーガレット、はい、よろしいようですね。さあ、では参りましょうか。ミュージックスタート。ここは365日花があふれる魔法の国なのさ。ララ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 、どこでも見守っているよ。ファンタジーランドに、アドベンチャーランドに、ウェスタンランドに、サボティリターカントリーにベコニア、トゥモローランドにサクラクタンにピオラ。私どもはウェルカムフラワーバンドでございます。パーティーさんに素敵なお花たちと皆様をご案内いたします。ラバーラバー、時を忘れさせるフラワー、ここで私たちが季節と花の音楽に乗せて素敵なお花たちのことを楽しくご紹介いたしましょう。それでは早速パークの花咲く1年間を一緒に巡っていきましょう。まず最初は心弾むきらめく春。ファンタジーランドではデイジーの花が咲きます。デイジーは日の光を浴びて花が咲くんですよ。暖かい春にぴったりですね。そしてもう一つ、シンデレラ城の周りで咲くのはチューリップ。チューリップはまさに愛の花なんです。ピンクは愛の芽生え、赤は告白。色によって素敵な花言葉があるんですよ。皆さん、ぜひ大切な人にチューリップのお花送ってみてくださいね。さあ、次は太陽が輝く夏です。アドベンチャーランドに咲いているのはハイビスカス。暑い日差しの中で毎日元気に新しいお花を咲かせます。そしてトゥモローランドで咲いているのがベゴニア。ユニークな花びらが愛らしいお花ですね。さらに夏にはパーク中にたくさんの美しいバラが溢れています。ジャスルカルフルのそばで咲くバラはディズニーランドローズと呼ばれていることはまだご存知でしたか。素晴らしい。そして祈りの秋、トゥーンタウンのヒメリンコは赤くて可愛い小さな実をつけます。さらにファンタジーランドには綺麗な菊のパチュアリーが見られるんですよ。さあ、秋はもっと紹介しましょう。コスモス、モミジ、コトノギス、ゼラニウム、パフ、マリーゴールド。はい、さあ、そして最後はロマンチックな冬でございます。寒くてもパークではさまざまなお花たちが咲いているのを、さあ、マドマドルご存知でしたか。知っていた、素晴らしいですね。さあ、冬の代表的な花といえばトゥモローランドで咲くシクラメンです。うつむきがちに花を咲かすことからハニーカミーなんていう花言葉もあるんですよ。とっても可愛らしいですね。ピンク色のシクラメンは少々恥ずかしがり屋です。見かけたらどうぞ優しく微笑みかけてあげてください。パークの花咲く1年の旅はいかがでしたでしょうか。このようにいろいろなお花たちが笑顔で迎えてくれるはずです。ぜひ探してみてくださいね。それでは今日は木の花を合わせて作ったプレゼンをお届けいたしましょう。どうもありがとうございました。さて、次は今パークで咲いているお花たちの
のダンスを踊っていきましょう。手拍子をしたらお花のポーズです。まず最初はトゥモローランドで咲いているシクラメン、美しく咲かせていきましょう。次はファンタジーランドのゼラニウムです。手を大きく開いてポーズです。シンデレラ城のそばに咲くビオラは可愛いで咲かせましょう。最後はトゥーンタウンのパンジー、元気に咲かせます。では手拍子からいきますよ。皆さんご一緒に。まずはシクラメンから三杯シクラメン、そのチャンスよ。三杯ゼラニウム、可愛くいきますよ。三杯ピアラ、その調子。最後に元気に、さあもう一度美しく三杯シクラメン、さあいきますよ。三杯ゼラニウム、素晴らしい。さあ可愛く三杯ピアラ、最後は元気に。さあ次は笑顔のお花のポーズです。右から振っていきますよ。はい、右、左、右、左。皆さん、最高の笑顔にね、待ちますね。できないよね。さあ、ではもう一度、シクラメンから。さあ、かっこよく、サンハイ、シクラメン、いいですね。ゼラニウム。サンハイ、ゼラニウム。いきますよ、かわいく。かわいく、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。さあでは最後は皆さんで笑顔のお花のポーズ参りますよ。全部いきましょう。せーの、どうもありがとうございました。さあそれでは皆さんでもう一度おさらいをしていきましょうか。まずはトゥモローランドで咲いているのは3はいシクラメンでございます。美しく咲かせていきましょう。男性の方はかっこよくお願いいたします。さあそしてファンタジーランドに咲いているのは3、はい、ゼラニウムでございます。さあ大きく広げていきましょう。さあそしてシンデレラ城のそばに咲いているのは、はい、何でしょう。 B から始まります。ビオラ、そう正解、その通りでございます。可愛く作っていきましょう。参ります。3、はい、ビオラ、いいですね。さあそして最後は元気よく咲かせていきましょうね。トゥーンタウンで咲いているのは3、はい、パージーでございます。さあ以上がこちら4つの花、冬のお花でございます。皆様の笑顔と同じように笑顔できっと皆様を迎えてくれることでしょう。ぜひ探してみてくださいね。それではこの後も素敵な一日をお送りになれますよう、私たちの歌でお見送りをさせていただきます。ここは365日目が